対応をずっと続けたいなというふうに思っているんですけど、皆さん今日来ていただいて、どうです、これでやめた方がいいですか。あ、そうですよね。はい、今日はちょっと顔合わせということなので、そうなんです、はい、時間短くしたんですけど、もし皆さん方が、次回からまでもうちょっと長くっていうことでしたらば、ちょっと長めにして、もう車の中、毎日1週間ぐらい車の中で寝泊まりしながら探していた時に、たまたま電話いただいて、そしてこの伊達町の刈り上げを紹介してもらって、ずっともう1から10まで伊達生まれの伊達育ちの方なんだもんで、それでお世話になって、私いや家族6人だったんですけど、一緒に住むわけで紹介してもらえて一戸建てを借りてもらったんですが、息子たち家族はちょっと子供ちっちゃいもんで、なるべく遠い方がいいっていうことで、喜多方の方に息子たち家族は避難してます。で、私ら旦那と二人で、ちょこちょこは帰って家をこう掃除したり、草をむしたりはしてます。何にからくしてこちらには、もうやはりずっと2年近く、そうです、最初川又の娘のとこに避難して、 あと月の輪、蒲田のね、そこに息子いるんで、そこに避難して、そして去年の5月に、去年おととしになるのがね、刈り上げに。